連大寺は、熊本県熊本市西区連大寺にある浄土宗、西山禅林寺派の寺院。日後国33箇所、観音霊場第16番札所。日垣寺の異名で知られる。回帰年代は不明。第65代花山天皇の頃、新古今和歌集や古仙和歌集等で知られる、女流歌人、日垣が、晩年、日後国白川のほとりのこの地に草案を結び、 観音像を安置して信仰の日々を過ごしたのが寺歴の始めという。このことから寺は日垣寺とも呼ばれ、寺には日垣にまつわる日垣の塔、日垣王像などが伝わる。日垣については、この地で井戸の水を汲んで岩と観音に日産したと言われ、また十六河川の一人で清少納言の父であった清原元助が日後国師であったとき、 日垣が元助と交わした歌、年触れば我が黒髪も、白川の水は汲むまで追いにけるかな、白川の底の水ひてゴミたたむ時に族を、思い忘れんはこの地で読んだとされる。昇法年間、県空文会常人が総本山前林寺から来て、寺の最高に勤め、漢文六年、中高解散となる。漢文十一年には、熊本藩主、細川津成より治療を及び、 え心んそうの手になる、阿弥陀仏等の寄進を受け、交流した。完成年間、当時の住職であった、明け空商人が、白川の反乱による死者の供養のため、千日年仏案ギャの、上、境内に戦隊の地蔵を安置し、これにより、戦隊地蔵寺とも呼ばれた。また、熊本藩最初の、不幸工業は、老人、平塚東江門の願いにより、原文2年、 この寺の境内で行われたという。ただし、日本名冊大辞典937ページには、縁起年間の創建というとある。遠方6年に鋳造された盆章の名では、太宰大に藤原沖則の,の創建とする。日後国史185から186ページ。ありがとうございます。